はい、こんにちは、かごたすです。ご視聴ありがとうございます。本日も昼のトークやっていきます。よろしくお願いいたします。あれですね、パリサンジェルマンやってきました。今日試合ですかね。はい、フロントあれかな今日は。ということで、パリサンジェルマン中で高橋陽一先生が、ライブドローイングって形で、選手の前でね、翼くんと美咲くんを描くというね、なんかイベントというかやってたみたいですけども、ね、選手もすごい釘付けで見ているね、写真とかがニュースで上がってましたけど、ね、パリ・サンジェルマン、どうなんですかね、ネイマールとかね、エムバペとか、あの辺は自分たちはモデルとなっているキャラクターがまさか出ていることをね、知らない可能性ありますよね。はい。ね、で、まあさすがにね、コラボとかっていうのはね、このタイミングじゃないと思いますけども、まあどっかでパリ・サンジェルマンコラボっていうのもね、やりそうな気はしますね。翼くんのバルサ、ヒューガくんのユベントスっていうのをやってますんで、ね、そういった意味だと、もうね、選手とね、ああやってイベントで一緒になってるってことは、パリ・サンジェルマンコラボっていうのも、そのうち来たら、なんかね、いや、美咲くんだったり、ピエールだったりね、うん、お茶ととかもいますし、選手としてはね、それでレイマール、エムンバッパなんで、まあ、5選手はいるんですよね、とりあえず。他にも、ね、多分入れようと思えば入れられるでしょうしね、キーパーもそうですけども。はい。なんかね、まあそのうちやったら面白そうですね。はい。あとはね、若林くんのいるミュンヘンなんかがね、やったら、これまた面白いでしょうけどもね。まあ、ね、全キャラ欲しくなっちゃうというのもあるでしょうから。うん。まあどっかでね、そういうのがあるといいなと。はい、思っております。で、今日は、水曜日ということでね、お知らせの更新がやってくるでしょう。あとはディスコードですね。はい、まあ合わせて多分ね、金曜日ネクドリが、更新されるかと思いますんでね、その辺、まあどういったキャラクター出るか、はい、まあここはね、楽しみにしたいなと思います。まあ先日お話しましたけども、まあ、ストーリー上はね、ユベントス、ピエモンテか、ピエモンテ対、ナポリが、ちょうど始まったあたりですので、まあ、そこのね、試合の内容になると思いますが、まあ、ガチャがね、どの辺のキャラクターになるのか。あとは、これも先日お話ししておりますけども、アムステルダムの3選手、クリス・バン・ドールマン、ミスキ君。まあ、こちらがね、情報調整が7月にありますということで、以前から、告知されておりましたんで、まあ今日じゃなくてね、まあ金曜日じゃないかなと思いますけども、どういった形で、能力がね、変わってくるのか、はい、こちらは楽しみにしたいなと思います。まあ一体も持ってないんですけどね、はい。はい。あとは、タイムアタックはね、まあ小田さんの動画も上げてましたけども、自分も本当に目玉、とりあえず回収しておこうかなぐらいでやっておりますけども、ねえ、これ、まあ、全然、本当に、一回クリアしたらね、もうそれで終わりって感じにしてますけども、やっている方がそんなに、まあ、やっている方というかね、結構こう、ガチでやっている方っていうのは、まあ、復刻ってこともありますんでね、割と少ないんじゃないかなと。はい。本当にタイム的には、もう、なんだろう。あんまり順調じゃない形でね、クリアし、しても、まあ、順位的にはこんな感じです。はい。まあ、なのでね。はい。まあ、あとやってて、まあ、朝ね、小藤さんも言ってましたけども、まあ、4%、5%、ね、めっちゃ止められるんですよ。で、特にね、キーパー、まあ、それだけじゃないですけどもね。はい。まあ、シュート打てば、4% 弾かれて、いや、やっと抜いたと思ったら 5% のポスト当たってっていうのが、本当にね、連続して、まあ、さすがにその時点でね、一回タスキルとかしてますけども、タスキル何回しただろうっていうぐらい、うん、全然弾かれまくって、いやー、ストレスでした。はい。
ね、リーグ戦も、まあね、これはリーグ戦、リーグ戦って言うんですかね。なんかもう、リーグ戦じゃないですよね。リーグ戦という名前はしてますけども、あれは何なんでしょう。うん、なんかよくわかんなくなっちゃってますね。本当リーグ戦はたくさんね、これまでに何回も、回収加わってますけども、まあ、その都度、ね、あんまり評判良くないんじゃないかなと思いますけどもね。うん。はい。まあ、ね、本当にユーザーさん同士で当たっていたときはね、まあ、そういう談合とかね、まあ、そんなのがあったっぽいですからね。うん。なんで、まあ、そういうのをなくすためにね、匿名の感じで入ったランダムで出てくるような、形にしてるんだと思いますけども、はい。まあ、それが果たして、ね、リーグ戦なのかと。うん。というところですね。あとは、この辺がもう終わるのかな、そろそろ。これですね。1日1回の J リーグの、デイリーシナリオ。はい。と、あとあれです。10日ぶりにランクマやってみましたが、ボロボロ。ほんとボロボロです。はい。なので、ちょっとね、これやったらちょっと降格ギリギリぐらいなので、で今日ほんとね、8試合やってね、1勝、引き分けもほぼなく、はい。まあ、大変でした。いろんな意味で、はい。これはね、うん。いや、頑張ってる方すごいなと思うような、自分自身の試合内容で、はい。まあ、退場はね、まあ、何、スリーマッチぐらいして、もう相手が諦めて、ノーマルドリブルしたりしたんですね。で、こっちは一応必殺タックルとかね、必殺パスカットってやってますけども、まあ、それで必殺タックルしたら退場して、そうするとね、あれって絆とかも全部崩れるじゃないですか。だから絆20何パーセントとかで。いやー、止められるシュートも止められず、はい、まあきついっすね。しかも前半開始直後だったんでね。はい、まあそんなのもありつつね。まあなかなかでした。はい、なところです。で、あとは、そっか。これでまたカップ戦だとね、いやー、今ちょっとオンラインがね、きついんですよ。ちょっと、もう遠いかなっていうぐらい、本当に。まあただね、何もこうイベントごとがないと、オンラインばっかり混んでくるんでね、月見でオンラインとかのね、カップ戦は、ちょっとね、ペース的にどうなのかなと思いますけどね。はい。まあね、一応報酬は欲しいんでね、20試合は頑張りますけども、あればあれでね。はい。まあそんな感じでございます。はい。で、連盟対抗戦の方が、あと1週間ね、来週の金曜までかな、あると思いますので、まあ、これは引き続きというところですね。はい。はい。まあ、一番はね、今週は、まあ、多分ネクドリで、誰が出るのか、あとは情報調整がどうなるのかっていうところが、まあ、非常にね、楽しみな方、多いかなと思いますので、こちらはまたお知らせの更新。ディスコードのね、アップされるタイミングで確認して、まあ、情報としてね、新しいものあれば、はい、読み上げの方はさせていただければと思っております。はい。あ、あとあれか。金曜日で箱、翼がね、調整が入りますので、まあ果たしてどういう調整になるのか、まあさすがに、事前にね、どうなりますっていう告知はないとは思いますけどもね。はい。今週末の、ある意味、ビッグイベントですね。はい。まあ、翼くん、果たして、どのくらいの、まあ、単純な、そのね、パラメーターダウンの、体制の数値が変わるだけなのか、まあ、はたまたその、なんだろう、潜在スキルっていうところはごっそりと、全く違うものにね、変わるのか、はい。まあ、この辺は注目でしょうかね。で、それによって、また、まあ、ランクマだったりとかね、オンラインで、やるデッキっていうところが皆さん変わってくるでしょうからね。おそらく
デバフボリボリがまたね、増えてくる。まあ、今だと割とこうハイブリッドっていう感じでね、バフ盛り、デバフ、まあ、あと耐性っていうところを、まあ、まんべんなく入れて、ね、デッキ構成されている方をね、多く見受けられますけども、はい。まあ、自分はそこまでキャラ持ちが良くないので、あまり、ね、足しても60%くらいにしかちょっとならないんでね、あまり戦えるようなデッキではないんですけども、はい。まあ、これでデバフがね、50% とかっていうのは今もね、平気で組めますからね。はい。できた時に、どこまで耐性で抑えられるか。で、多分耐性で抑えたとしても多分20%ぐらいっていうところが、多分多くなるんでしょうね。まあ、せいぜい。うん。ある程度のバフを保ちつつ、耐性つけるとなると多分耐性としては20%弱ぐらいがね、多くなるんだと思いますんでね。まあ、そうすると、デバフ仮に 50% でね、耐性 20% あったとしても 30% まだデバフになっちゃうんでね。結構大変じゃないかなと。はい。まあ、この辺は金曜以降で、まあ、こうね、ランクは特に上位の方のデッキがどういう風に変わってくるのかね、見てみたいなと思いますけども、はい。自分はちょっと戦える状態じゃないんで、観戦専門にしたいと思います。はい。というところで、この時間帯としては以上でね、終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。